大津市の琵琶湖疎水で桜のライトアップが始まりました。3月27日時点では多くの桜がつぼみの状態ですが、開花した桜もちらほらと。京都へ琵琶湖の水を運ぶ琵琶湖疎水は、明治時代に当時の最高の土木技術を駆使し造営された運河です。その両岸の桜並木には約200本の桜があり、三井寺に続く絶景の桜並木として桜の名所の一つとなっています。桜のライトアップは4月10日まで開催。期間中は夕方6時から夜9時半まで桜が灯されます。琵琶湖大津観光協会によると、見頃は4月上旬になるそうです。滋賀県北部の桜の開花状況はどうでしょうか。日本の桜名所100選にも選ばれている高島市海津大崎の桜、樹齢80年を優に超える老桜から次世代へ引き継ぐ若木まで、約800本のソメイヨシノが琵琶湖岸約4キロにわたり続いています。近畿圏では遅咲きの桜名所として知られており、3月27日時点ではまだつぼみの状態です。海津大崎で長年営業されている売店のご主人に今年の開花状況をお聞きしてみました。このまま行くと状況と、まあ4月の5日頃からキラーと咲かれると、去年は特別早かったと、3月中にもう満開で月末には散りかけたと。また琵琶湖高島観光協会によると、満開は4月7日頃が予想されるそうです。